では今から折り紙を使ってハロウィンのかぼちゃとコウモリの飾りを作っていきたいと思います。使うものはまず折り紙1枚とハサミとペンです。では早速作っていきたいと思います。まず折り紙を三角になるように半分に折ります。白い面が上になるように折ってください。さらに半分に折ります。そして今折った部分を広げて上の角を下の中心に合わせて折ります。そしてこの上の線と下の線を合わせて折ります。そしたら一度広げます。すると横に3本縦に1本の折れ目がついていると思います。その一番下の折れ目の中心と上の角を合わせて折ります。すると今ここに1本線が入ったと思います。この線の右端と下の中心を合わせて折ります。そしてこの線に合わせて左側も折ります。そしてこの面にかぼちゃとコウモリの絵を描いていきます。ではこの線に沿ってハサミで切っていきます。手を切らないように十分気をつけて切ってください。
そしてこの目の部分はこのままだと切れないので三角を半分に折って切ります。カッターだったら折らなくても切れると思います。そして広げます。はい、これで完成です。